続いては J2 です。リーグ戦3位から6位の4チームが J1 昇格をかけて今日からトーナメント形式のプレーオフを戦います。昇格へ残された椅子は泣いても笑ってもあと1つです。3位でプレーオフ進出を決めたサンガ、昨シーズン涙を飲んだここ西京極で雪辱を果たせるのでしょうか。対するは J2 参入1年目にしてプレーオフ進出という快挙を成し遂げたヴィファーレ、6位からの J1 昇格へ下克上を狙います。引き分け以上で決勝進出が決まるサンガ、序盤ヴィファーレンのプレスに苦しみますがベテラン山瀬を中心に積極的に先制点を狙います。前半23分山瀬のコーナーキックに秋元、しかしネットを揺らすことができません。一方このまま引き分けなら J1 昇格の夢が絶たれるヴィファーレン、ハーフタイムに元日本代表高木拓也監督が士気を高めると後半守りを固めるサンガに対し持ち味のパスサッカーで崩しにかかります。29分コーナーキックからファーサイドの藤井、ここはサンガの守護神オスンフンがセーブ。その1分後にもゴール前のこぼれ球に高杉、ここもオスンフンの鋭い反応に阻まれます。さらに38分右サイド佐藤のクロスに神崎が合わせますが三度オスンフン、どうしても1点を奪うことができません。そして両チームスコアレスのまま終了のホイッスル、 J21 年目でプレーオフに進出したヴィファーレンでしたがサポーターの願いは一歩届かず、一方サンガは去年のリベンジを果たし聖地国立へ駒を進めました。試合後4シーズンぶり J1 復帰の鍵を握るこの選手が思いを語りました。結果が全てだと思うので、まあ、その中で90分間チーム全体が非常に集中して、無失点に抑えることができたっていうのがやっぱり一番の、勝因だったんじゃないかなと思います。京都サンガに関わる全ての方たちと一緒に J1 に上がりたいです。もうそれだけですもんね。我らしさっていうのは出したゲームだったので、残念ですけど本当1年間の集大成としては、最高の舞台と最高のゲームができたと思っています。とにかくもう満足がいくゲームだったと思う、シーズンだったと思いますし、すべての人たちに感謝してしたいリーグ1年間でした。徳島サポーターの熱い声援を受け大一番に向かうヴォルティス、一方千葉から駆けつけたサポーターに勝利を届けたいジェフ、2年前までヴォルティスに所属した柿谷も見守る中、試合は前半36分ヴォルティスは縦パスに反応した津田が倒され PK を獲得。この PK をドウグラスが決め引き分けでも決勝に進めるヴォルティスが先制します。こうなれば攻めるしかないジェフはその3分後コーナーに山口、前半を1対1の同点で折り返します。後半に入ると完全にジェフペース、 J2 得点王のケンペスにボールを集め幾度もチャンスを作りますがヴォルティスの体を張った守備にゴールラインを割ることができません。引き分けでは決勝に進めないジェフ、森本を投入するなど攻撃のカードを切っていきます。しかしヴォルティスのおよそ2倍のシュートを放ちますがゴールを奪えないまま時間だけが過ぎていきます。そして四国勢初の J1 昇格を目指すヴォルティスが守り抜きプレーオフ決勝へ、攻め続けたジェフでしたが5年ぶりの J1 復帰はなりませんでした。言葉では言い表せないですけど終わってしまったなっていう、今日負けちゃったというか進めなかったですけど、サポーターの力が大きかったと思います。感謝したいです。今日のように粘り強いディフェンスをして、僕の前からしっかりディフェンスをして強い気持ちを持ってやりたいなと思います。というわけで本当に熱い試合だったんですが、アツさん試合ご覧になられていかがですか。そうですね、長崎も
千葉もものすごい攻撃をしてたんですね、はい、たくさんチャンスあったんですが、まあ、今日の試合の勝因はですね、粘り強い守備をできた両チームが勝ったなと、勝ち上がったなと、守り切ったという状況ですよね、はい、松さんご自身も現役時代2006年ですが、ヴィッセル神戸でキャプテンとして入れ替え戦をですね、経験されました、はい、まあ、J1 へ上がるための戦い、思い、どんな戦いになりますか、はい、そうですね、僕は代表の試合だったり、はい、10万人の前でも試合したことあるんですよね。でもその時よりも入れ替え戦の緊張感っていうのも現役生活の中で一番緊張感ありました。代表戦以上です。思い入れが強いほどね、やっぱり緊張感って増してくるんですよね。やっぱり普通の状態じゃない部分ってありますか。いや、もう過緊張になりすぎてちょっと硬くなった部分がたくさんありましたね。過緊張ね、はい、怖いですよね、はい、そしてリーグ戦との戦い方の違いっていうのは何かありますか。そうですね、まあ、このプレーオフに関しては一発勝負なので、はい、とにかく先に失点をしてしまったら厳しくなるなっていう印象がありますね、はい、まあ、勝たなければいけない次回は徳島、はい、引き分ければ昇格の京都、まあ、戦い方両チーム違ってくると思いますね。そうですね、徳島に関して言えば点を取らなくちゃいけないので、まあ、攻撃を、ね、ある程度しなくてはいけないと思うんですね、はい、その中でバランスが、攻守のバランスがすごい大事になってくるなと思いますね。なるほどね、まあ、厚さんは2006年の入れ替え戦の時、チームメイトでどんな話をしたか覚えていらっしゃいますか、はい、そうですね、この一戦のために戦ってきたわけですから、1年間戦ってきたわけですから、はい、もうとにかく90分間戦って力を出し切ろうということはもう選手みんなに言いましたね。力を出し切った方が勝機が見えるということですね、はい、でもなかなか出せないんですよね。そこをどう乗り越えるかポイントですよね、はいはい、さあ、そして4シーズンぶりの J1 復帰を目指す京都サンガと初の J1 昇格を目指す徳島ヴォルティス、決勝は来週の日曜日、国立競技場で午後3時30分キックオフです。上田敦弘さん、ありがとうございました。ありがとうございました。